はい、どうも、ヒデです。こんにちは。皆さんね、2023年の新製品、まあ、ダイオさん、シマノさんのやつも見ましたかね。まあ、なかなかね、ここまで物がもう進化してきていると、まあ、驚かされることっていうのはなかなかないかなって思ってたんですけど、驚かされましたね。驚かされましたよ。年末にね、視聴者様のリクエストによって2023年の新製品予想っていうものをして、まあ動画にねさせてもらったんですけど、まあ僕は島の好きなんで、もう長いことなんか、まあ腐れ縁じゃないですけど、もう島のリールをずっと使ってるんで、島のさんのリールに対してね、まあ不満に思うところっていうのは、まあカスタムしながらでもずっと使ってきてるわけです。まあ盲目にね、なって愛せるタイプでは僕はないので、盲目にはなってません。だからやっぱり島野さんのリールについて思うことっていうのはたくさんあって、もうずっと長い間しっかりしてくれよって思ってるところはね、まあ、ずっとあるし、まあ動画でも、まあ YouTube やる前のブログでもね、ずっと言ってたんですけどね。まあ別に僕がね、こうやって発信しても、まあ島野さんの方には届かないと思うんですけど、まあ僕はね、島野さんが好きだから、まあそういうことを言ってる。本当に好きだからこそ、まあいろいろ、ね、やっぱリールに対して思うことがあるというか、島野だからもう最高みたいな風には、まあなれないので、まあ島野さんから見たら、まあね、まあ、都合の悪いファンっていう感じで、まああんまりね、都合のいいお客さんではないのでありますが、まあそんなのは良いとして、まあそのリクエストであった動画で、まあこれ15年モデルのね、エタニウム DC ですけど、まあお島野さんは、まあその動画で言ってますけど、新しいね、新型の DC のリールの制御システムっていうのを、まあ、特許出願しているというのを言わせていただきました。だからまあ、23年はメタニウム DC なんじゃないのと、アンタイスも出まくってるし、もう、メタニウムをね、そろそろ出してやらんといけんでしょうっていう、DC 出してやらんといけんでしょうっていうね、話をしたんですけど、まあ、出たのはアンタイスの DCMD。これ18年モデルですけど、23年モデルが発売するっていうのがね、まあ2月。発売するっていうことがね、発表されました。で、まあ新製品の話しながら、まあもちろん僕が自分で使っていくリール、まあ僕がね、今後リールの入れ替えがあるかっていう話もしようかなと思うんですけど、まあ結論から言うと入れ替えはありません。23年モデルの、まあ、DCMD が出るということですが、僕はこちらを使います。継続して使います。新しいのは購入しません。前の動画でも言いましたけど、僕は、必要がなかったら新製品は無条件で購入するってことはございませんので、こちらを使うっていう感じですかね。まあ、21年モデルのね、アンタレスが出た時も、16年モデルから変更しないっていうことをね、まあ動画で言ったりしましたが、まあそんな感じで今回も変更はないです。で、まあ23年モデルの DCMD 出ましたが、島野さんには衝撃の展開なんじゃないんですかね。島野さんが、まあ、特許出願してた、スマホと連動させて、まあ、制御していくっていう、自分だけのリールを作るっていうものを、まあ、島野さんがね、特許出してましたが、それが、ダイワさんから出ると、IMZ、リミットブレイカー、HDC というリールをね、発売することになりました。これね、一応画像をね、引用して貼り付けておきますけど、この動画を見ながら、まあ、開ける人は、ダイワさんのホームページでそのページ開いてください。あと DCMD のページも開ける方は開いてください。ついにやっちまったかと。 TWS の搭載したね、 DCMD が出ちゃったなっていう印象ですね。うん。LINE 許可がね、DCMD、まあ、こちらのね、18年モデル、まあ、20ポンド100メーターっていうのが、まあ、23年モデルも変わらず継続されて、これより
ナロースプールになると1ミリ幅がね、スプールの幅が1ミリ狭くなるとちょっとナローがするっていう、ライン脚が変わらずにちょっとだけ横が狭くなった分深み溝になるっていうことなんですけど、まあ気づいた方もいると思うんですけど、まあ僕はこれはマグナムベイトで使うんで、太いラインを使うんで、目減りっていうものとラインの癖っていうもので、ナロスプールっていうのはちょっといただけないっていう、まあたった1ミリでもされど1ミリなんで、あと深み溝、まあそれでその分、ラインが出ていった時に、減っていった時に、ね、径が小さくなるっていうことは癖がつきやすいんで、まあ、されど1ミリっていうこともあるし、間違いなくね、ブレーキシステムが良くなってるっていうのは、もう、まあ、説明見てもらえたらもうわかるんですけど、いろいろなところが良くなっているのはわかるんですよ。23年モデルの DCM で間違いなく良くなってる。けど、僕がこれを買い替えるメリットがあるかっていうと、マイナス面の方が大きいかなっていう判断なんで、まあ、買い替えないっていうことですね。アシアむちゃくちゃ高いんで、僕もポンポン、ね、リール変えることはないんで、うん。まあだから、買い替えはないですかね。まあデザイン的にもね、僕は左右非対称よりは、こういうね、対称な方が好きなんで、こういうデザインの方が。デザイン的にもね、まあ21年モデルよりも16年モデルの方がデザイン好きだし、16年モデルは全部メッキじゃないですけど、そのメッキじゃないところのなんか塗装感のある、ね、メッキ調っていう感じのがね、まあソーラとかで採用されたハイパー塗装みたいな、ホイールとかボディとかで採用されたね、ハイパー塗装。今、まあ、これマニアックすぎてわからない人多いと思いますけど、メッキとハイパー塗装風のね、感じが好きだったりもするわけで、だからまあ買えなかったっていう、もあるし、ナロスプールだからやっぱり買えなかったっていう感じですかね。まあ 38mm スプールっていう毛を考えると、やっぱりナロスプールっていう段階でまあ僕はちょっといただけないんで、まあ今後も16年モデルと18年モデルっていうのはまあ使っていきます。で17年モデルのエクスセンス DC も今後も大事に使っていきます。まあ17年モデルのエクスセンス DC に関しては、まあこれね、まあ21年モデルのアンタレスがソルトを対応になってるんで、正直そっちの方がいいと思うんですけど、見た目の問題です。やっぱこの形がね、すんげー好きなんで、なんか迫力があるじゃないですか。高級セダンって感じじゃないですか。21年モデルの形状と23年モデルの形状はちょっと僕からしてみると、まあ、重厚感がないというか、ちょっと迫力がないというか。まあ、シマノのリールが好きな理由っていうのは、基本的に高級車感があるから僕が好きなんで、僕は高級セダンっていうジャンルがね、昔から好きなんで、やっぱりね、そういう匂いが出てるから、まあ、シマノさんのリールが好きなんで、まあ、変えることはないです。まあ、太陽さんのね、リールがすごい、ってなっても、まあ僕はダイワさんのリールはあえて使わないまあ友達にリール借りて自分のサウンド乗せて、まあ使ってみて、やっぱり飛距離とかの問題で、やっぱりダイワさんの方が重量級投げるときや軽量級投げるときは、まあ少しなんですけど、少しが大きいんで、やっぱすごく差を感じる、うん、まあ少しがもう本当にねすごい差があるんで、まあ、1ミリナロースプールになりましたけど、やっぱり DWS っていうものにはね、勝てないんですよ。まあ今真ん中にレベル1がありますけど、端からだとどうしても角度つくんで、絶対にP の時に、まあ P で使う時にですよ。ライン、結束部っていうものを、やっぱ少し巻き込んでから使わないとショックリーダーにならないんで、そういう使い方するときに、ここにね、コブがどうしても当たるんで、そこでストレスを感じたり、やっぱりちょっと飛距離が落ちているなっていうのを、ね、感じるんですよ。まあこれが幅が1ミリナローになったところでっていうところになってくるんで、リミットブレーカーですよ。そこにリミットブレーカーやっちゃってますよね。
TWS ついたモンスタードライブみたいなもんですよ。 DCMD ですよ。みんなが憧れた DCMD に TWS ついとればいいのになっていう、なんかツイートかね、よく話が出てくる夢のリールになるよなって、台湾と島のコラボしてくれんかなみたいないう話とかね、よく皆さんしておられたと思うんですけど、出てしまいましたよね。大王さんだけでコラボせずに出てしまいましたね。リミットブレーカーのところ見てくださいよ。20ポンドが100メーター、 P45 が100メーター。 DCMD とラインキャパも被ってるんだよね。それで TWS で、しかもさらには DCMD が、今回ブレーキのやつもやっぱり良くなってますけど、まあ、島野さんが次にやろうとしてたスマホ連動のやつをそれで搭載してしまっているんで、だから金額もめちゃくちゃ高いですけどねまあメーカー希望価格がね、125,000円なんで、で新しいアンタレスの DCMD が希望価格が84,100円ということになります。まあこの価格差はね、大きいですけどね、かなりね。アンタレス DCMD を安く感じてしまう、なんか変な錯覚をしてしまいますが、84,100円はめちゃくちゃ高いですからね。リールがね、もうちょっとインフレが半端ないっていう125,000円出せんで、84,100円もなかなか出せんで、僕だったらね、84,100円で2台買えるリールを買いたいなって思ってしまいますね、うん、もうだいぶリール良くなってますから、うん、まあ、時代は変わり、リールがかなり良くなってるんで、2台買えるリールを買いたいなっていう気はしますけどね。まあ、新製品のね、話が聞きたいっていう感じで、多分ここに、まあ、新規の初めての方は、まあ、来たかもしれませんが、結構現実的な話をね、僕はするタイプなんですよ。現実的な話をしますんで、まあ聞きたい話が聞けるかって言ったらそうじゃないと思うんですよ。まあその辺はね、ご了承ください。まあこういうチャンネルなんで、うん、諦めてください。まあその代わりちょっとね、他のチャンネルとは変わったような発言がね、できてるんじゃないかなと思います。ちょっと特別知らんけど、ここでね、いちいち説明読み上げても、まあ、意味はないと僕は思うタイプなんで、まあよく皆さん、まあよくいろんな YouTuber さん読みながら喋ってますけど、まあ自分で見ればええんじゃねえかなと僕は思ってしまうんで、その読み上げてくれるのが助かるっていう方が世の中にたくさんおるのは分かってるんですけど、ちょっと読み上げませんで申し訳ございません。まあ僕のこういう雑談動画っていうのは、もともとね、話が長いんで、もうめちゃくちゃ喋るっていうスタイルでやってきてるんで、まあそれが色みたいな感じで、ですけど、誰だか雑談するチャンネルなんですけど、もともと。最近ちょっとね、まあいろいろな理由からちょっと動画短くしようかなっていうことなんで、もう簡単にこれぐらいで終わろうと思います。はい、すごい短いですけどね。まあまとめるとね、まあ僕の予想してた新型 DC の、島野さんがやろうとしてた、まあスマホ連動っていうのは台場さんに取られ、その台場さんが出したそのリールはスペックが DCMD ともろかぶりっていう。まあつまりね、まあ台場さんがそのうち出したリール、IMZ リミットブレーカーっていうのは DCMD のスマホ連動版、上位互換みたいな感じになってしまったっていう衝撃。まあでも島野さん、僕は応援してますまあね、2023年の新製品予想をリクエストいただきましたが、まあ、それで予想したのが、まあ、こんな形でね、まあ、外れちゃったっていうのを、まあ、動画にしてみたんですけどまあそれで撮影してみたんですけど、でまあね、IMZ リミットブレーカーを買おうと思っている方は注意した方がいいのは、スマホをね、買い替えないといけない方が出てきますっていう。リールとりあえずもう、うわ、すごい言うて買ったものの、
Android 11以降のものと iOS13.0 以降のものではないと、スマートフォンが対応しておりませんので、対応していないスマホを使っている方っていうのはリールだけ買っても、ね、全然意味がなくなるんで、くっそ高いリールプラス、まあ、スマートフォンが新しく必要になるかもしれないよっていうのを頭の片隅に置いて購入を検討された方がね、僕はいいかなと思います。で、またDC ブレーキっていう名前じゃなくてね、インテリジェントマグフォースっていう名前がね、いいじゃないですか。わかりやすくて賢いマグフォースなんですね、うん、賢いマグフォースなんでしょう。まあ大いに期待僕はちょっと買えないし買わないんですけど、友達がもし購入するんであれば投げさせてもらおうと思います。すげえ楽しみにしています、友達が買うので、ね、IMZ リミットブレーカーとアンダレス DCMD の話をしましたが、まあカルコン MD もいいですよね、非常に、やっぱり軽かったね。ラインキャパがどうもね、っていう感じがね、あった方が多いと思うんですよ。だから MD っていうのが出るっていうのは非常にね、助かる方がね、出てくるんではないかなと。まあ、あと、まあ、説明文は見てくださいね。皆さん個人で。まあ、非常に、ね、まあ、ギア比も高くなって、巻き取り量がね、非常に、多くなるっていうのは、まあ、ものすごいハイギアってわけじゃないんだけど、しっかり巻き取り量も、まあ、確保できるギア比になってるんで、まあ、カルコン MD いいんじゃないですかね。ブレーキシステムが、まあ、ダブルブレーキになってるんですけど、まあ、スコーピオン MD でもちょっと原点回帰の方向に走ってる感はあって、SVS が初期のもののようなね、形に変わってきているじゃないですか。インフィニティみたいに倒れ込むのではなくて、まあ、旧SVS みたいな。まあ、それを使いながらマグネットブレーキで外からダイヤルで調整するみたいな風に、まあ、次のカルコン MD は変わりますんで、非常に使いやすいのかなと。丸型でそういうリールってなるとね、リョウビさんのバリウスを思い出してしまいますが。リョウビさんはもう遥か昔にそれをやってますが、まあ、リョウビさん早すぎたのかな。うん、まあ当時の両備さんの総合システムは、まあちょっとやっぱ何でもそうですけど、最初はね、未成熟なところがあるんで、まあちょっといまいち感はありましたが、まあそういうのが今になって出てくるみたいな感じですかね。まあ島野さんからですけど、うん、まあ、パリスみたいにチタンボディとかやってくれたら、すごく非常に面白いんですけどね。価格がインフレしますけどね。やっぱバリウスすごかったな。バリウスすごい理由だと思うよ。うん。トン屋さんの従業員の皆さんで、やっぱりね、すごい理由作りたいってなって、本当に釣り好きな人たちがアイディアを出して、ね、作ってた理由になるんで、やっぱりリョウビさんのもね、良かったなって思います。まあ、バリウスちなみに海外ではね、販売されてます。日本では販売してませんけどね。特に進化してませんよ。で、終わろうと思いますって。まあ、両備で話が終わる感じになってしまったんですけど。両備さんとこのバリウスの話で終わるような感じになってしまったんですけど。ご視聴ありがとうございました。まあ、高評価、コメント、チャンネル登録。全部してください。全部していただけると、とても励みになります。ではね、また別の動画でお会いしましょう。